どうも大之助です今回はストレス対策の中でもやってはいけないむしろストレスがたまる逆効果になるストレス対策について紹介していきます。というのも、まあ、現代社会って超ストレス社会というふうに言われてて、まあ、学生だろうが社会人だろうがすごい抑圧されて生きてますよね僕たち。いいつも我慢してて生きてるじゃなでですかで あの特に日本って、まあ、閉鎖された島国であの周りと同じことをしなければいけないっていう同調圧力も強いからあのなんだろう自分の意見を殺して毎日生きてるじゃないですかだからこそ僕たち日本人っていうのはしかもそのなんだろう自分の意見をなんか伝える直接伝えるっていう欧米みたいな考え方じゃなくてそのなんだろう行動で示すだったりとか,そのなんか相手を思いやるみたいな,そのなんだろうホスピタリティみたいなのをすごいあのなんか重視されるような考え方を持っているから僕たち結局自分の本音をさらけ出せずにあのストレスを抱え込みまくってるんですよね。 でまあ、運動だったりとか睡眠だったりとか食生活を変えるだったりとかあの、まあ、あの公園でさんあの深呼吸するだったりとかいろんなあと瞑想,瞑想とか読書だったりとか,なんかあとはピアノを弾くだったりとかいろんな科学的に効果のあるようなストレス解消法をしたらいいんですけど。 あのまあ、やっぱり僕たち人間っていうのはあの目先の快楽にそのなんかすぐ飛びついちゃうんですよねさっきお話ししたようなことだって運動をするのも運動した後ランニングした後とかの爽快感とかも運動した後じゃないと手に入らないじゃないですかとか睡眠のすっきりした感じとかもあの、まあ、数時間寝た後じゃないとわからないじゃないですか。 とかあの食生活もその食生活変えてそのお菓子とか揚げ物とかを,かえを食べるのはやめてフルーツだったりとか,あのなんか魚だったりとか食,食べ始めてから1ヶ月とか2ヶ月してからやっと自分の頭の中とか心のもやが晴れたりとか、まあ、結構時間がかかるわけなんですよね。だから あの僕たちまあ特にストレスに苛まれていると自制心が低下してそ,のなんかそこまで待てないと目先の快楽に溺れちゃうんですよねただ目先の快楽にあの溺れ続けた結果むしろストレスがあの増え続けるというあの悪いスパイラルに入ってしまうんですよだからまあアメリカ心理学会とかも提唱しているこれってむしろストレスたまるから絶対やっちゃいけないんだよみたいなあのストレス対しあの発散方法とかってある程度答えが出てるんですよね。だから今回あの紹介するよううな内容っていうのが あこれ普段やってるわとだから自分はい,あのいつまでたってもお金もたまらないしストレスがたまり続けるんだっていうのをまずは認識した上でじゃあこれらの悪癖をあのそのさっきダイナス系が言ってたというかこれまで別のプレイリストとかでもお話ししてる睡眠だったりとか運動だったりとかあのなんか自分の生活を変えるための習慣に変えられないかなとか例えばタバコを吸いたくなったら代わりにブルーベリーを食べるみたいな風に自分の中でどんどんルールを作っていく材料として、まあ、もう画面にお見せしてるところなんですけどあのこれから紹介するあのまあ これらの習慣はむしろ悪影響なんだよということを頭の片隅に入れといてもらえればなっていうふうに思います。ということでまあ前置きをだらだら喋ってもしょうがないので早速,ってあの早速中身に入っていきたいんですけどまず1個目はギャンブルですね。まあ あの今回全部お話しする前に共通してる内容としてあの頂上刺激たいほとんどが頂上刺激に関わってるんですよね頂上刺激っていうのは、まあ、人間の脳を破壊するぐらい脳を揺さぶるあのなんか快楽をもたらすもののことを頂上刺激っていうんですよね人間の脳って、まあ、20万年ぐらい前の腫瘍採取をしていた頃とほとんど脳とか体の構造変わってないんですよねで、まあ、の当時はもちろん今みたいにその科学技術とか文明が発展してたわけもないからその,その日食べるものを探すので精一杯だったんですよね 今みたいに冷蔵庫みたいに食料保存技術もなかったからそのなんか脂肪とか糖分とかその食べたらすぐ効率よくエネルギーというかまあ脂肪に変わるもの,あのお腹の中性脂肪とかに変わるようなもの,、まあ、あのカロリーが高いものですねを見つけたらできるだけたくさん食べるように進化してきたわけなんですよね。だったりとかそのエロだったりとか,なんか報酬が手に入りそうみたいな感,じだな感覚だったりとかあの、まあ、あのなんだろう そのまあ、まあ、まあ、それこそギャンブルだったりとかゲームだったりとか、そういうなんか報酬が手に入りそうなものだったり、そのなんか生きるために必要なものに対しては、人間は全ての集中力とか持ってかれるわけなんですよね。だ,だから、その目先の快楽に僕たちは溺れやすいっていうことをあのまあ念頭に入れた上で、これらの習慣は良くないんですよ。っていうあのこと、をお話ししていきたいなという風うに思います。まず1個目はギャンブルですね。まあ、ギャンブルってあの別に競馬でも競艇でも宝くじ。でも何でもそうなんですけど、ギャンブルは？ まあ皆さんあの体験済みだと思うんですけどストレスを減らすどころかむしろストレス増えるんですよね。毎日嫌なことばっかりだからあのギャンブルでもしないとやってらんねえよとそしてたまにそのお金が増えるのがあのたまんねえんだっていうふうに思うかもしれないですけど。 まああのまあ皆さんがその趣味でその一生貧乏人でそして一生ストレスを抱え続けていきたいというのであれば別にギャンブルを続ければいいと思うんですけどあのまあ僕の友達とかでもギャンブル好きな友達とかいるんですけどやっぱり彼らの話聞いたらもっとお金欲しいって言うし自分の,まあまあこの社,畜と社畜の生活から脱出したいというふうに言うんですよね。とはいえ中毒症状になっててそのギャンブルから抜け出せないという状態になってるんですよ。でそのまあギャンブルそのパチンコでも何でもそうなんですけどそのあの人間はそのお金というかあの何かしら。 あのなんか当たった時に快楽を得るんじゃなくてそのなんかスロットで77が出てきてもう一つで7が揃ったらすごい大当たりだぞみたいな風にもうすぐ当たりが手に入るっていうそのもうすぐ成果が手に入るかもみたいな風な期待する時にドーパミンがめちゃくちゃ溢れ出るんですよねだからあのなんだろうし,しかもそのドーパミンの分泌量って再現がないんですよ。 だから僕たちが仮にいあのどれぐらいお金を持ってたとしてもそのお金を際限なくギャンブルにつき継ぎ込んでしまうようになるんんでですすよねギャンブル能になってしまうんですよねだから、まあ、いい年した大人になってもいつまでたってもギャンブルに抜けられないあの人たちがたくさんいるっていうのは、まあ、ある意味の支配されている状況だからちょっとかわいそうなところはあるんですけどであのあのなんかラスベガスのカジノとかも人間の脳を狂わせるように例えば時計を設置してなかったりとかアルコールを無料で配ったりとかそのお金をチップに変換してそのお金がどんどんなくなっているっていう感覚を,を,を 感じさせなかったりとか、いろんな人間の脳を狂わせるあの工夫をしてるんですよね。で、まあ,あの日本のパチンコもなんかものすごい音がでかかったりとか、演出とか光とかがすごかったりとか、あのまあ結局その人間の脳に興奮を与えたりとか。 そのまあ、現実から切り離してギャンブルの世界に集中させるための心理テクニックが盛りだくさんなんですよねただ結局そのギャンブルって当たり前だけど運営していくためには胴元が儲けなきゃいけないんですよねその作ってるあのパチンコだったりとか協定とか競馬だったりとか運営してる元が儲けなきゃいけないんですよねだから絶対に僕たちはそのなんかあの今後の人生ずっとかけ続けたらビギナーズラックでさ最初は1回勝てるかもしれないけどあの長期的にやりまくってたらどの人間も平均的にあの、まあ、負けるっていうことが確定してるんですよねあの富裕層だ たちはまああの絶対に負けるあの、まあ、ギャンブルって絶対に負けるもんだからあのなんか、まあ、やるのはおかしいよねっていうことで、まあ、富裕層とかお金持ちの人たちこそあの、まあ、ギャンブルに手を出さないっていう傾向があるんですけど。 特にひどいのが宝くじなんですよね。まあ、皆さんが例えばあの100万円持ってたとするじゃないですかで100万円を使ってそのギャンブルにかけていくら返ってくるのかっていう、まあ、還元率って言ったらいいのかちょっと何率か名前忘れたんですけどその、まあ、パチンコとか競馬とか競艇とかはせいぜい90%から85%とかあの、まあ、ラスベガスのカジノとかも、まあ、せいぜいその90%と。 が、あの結構良心的なんですよね。その一方で宝くじって皆さんが100万円送ったら、あの100万円使って 100, 100万円分の宝くじ買ったら何円分あの当たると思いますか？正解は50万円分ぐらいなんですよね。半分ぐらい、そのなんか胴元に持ってかれるんですよ。だから宝くじってそのなだろう。まあ、愚か者に課せられた税金だよね。っていうような言葉もあるぐらい。まあ,あの僕たちに勝ち目がないですよね。そして宝くじとかそのギャンブルとかで当たるのをあのにかけるぐらいなら。 自分で副業をやったりとかビジネスをやったりする方がとか真面目にコツコツと長期インデックス投資とかする方が確実に儲けられるんですよけどつまんないんですよ。でつまんないからドーパミンが作用さあのが分泌されないから僕たちはそ,のそんなん面白くないと人生は爆地やとだからあのギャンブルにあのなんか突っ込んじゃうんですよね。ただあのまあそうやってあの、まあ、さっきの繰り返しになりますけどギャンブルに狂ってあの自分の人生をあの終わらせたいとあの100歳ぐらいまで。 その毎,毎月その社畜となって働いてでそのなけなしのお金を全部そのなんか給料日にあのギャンブルで使うっていうような人生を繰り返したいのであればギャンブルをしたらいいですけど結局ギャンブルっていうのは負けるように作られてるしそしてあの一時的にドーパミンによって脳が興奮するだけでその時は快力を得て、まあ、あの疲労を感じないだけなんですけどそのドーパミンが切れたらあの結局もう体の神経疲れ切ってるのでそのなんだろう、まあ、ドーピングが切れているような状態なんですよね。 だから代わりにあの、まあ、ストレスというか疲れがどっとくるんですよでそのしかもお金を失ったストレスだったり時間を無駄にしただったりとか結局当たらなかったみたいなストレスとかがあの相まって。 結局僕たち人間の心はどんどん荒んんんででいくわけなんですよねで、まあ、メンタルが荒れるとそしてお金がなくなると人間の心には更に余裕がなくなって目先のことしか考えられなくなってくるんですよね。で目先のことしか考えられなくなるとその長期的な視点で自分の人生をデザインすることができないから長期的にお金を儲けたいんだったらやっぱりその副業に挑戦するだったりとかあの転職サイトでなんかもっといい転職先を探すだったりとか転職に成功するために何か資格の勉強をするだったりとか長期のインデックス投資にお金を入れるだったりとかっていうような 思考にあのなんか思考を向けることができなくて。で、あの結局そのなんかまあ、なんか消費者金融とかで借金をしてで、これでお金をドカンと一発当てたらいいんやっていうような思考になっちゃうんですよね。で、闇金牛島ジくんの世界観にあのどっぷりと使っちゃう可能性も非常に高くなるから、あのまあ、なんつったらいいのかな？あのギャンブルってまあ、むしろストレスが悪化する。あストレスが激増する。良くない習慣なんですよ。ということを改めて覚えておいてくださいね。という話でした。 でその次は買い物ですねもちろん,あのなんかトイレットペーパーとか洗剤とか日用品もあと食料品とかの買い物はいいんですよただそのストレスが溜まっているからストレス発散になんか高価なブランド品だったり時計だったりとか,あのなんか自分の身の丈に合わないような高価なものを買いまくるっていうようなあのそういう爆買いがね非常に僕たちの,あのメンタルに悪影響を及ぼすんですよまあ,あのなんとなく皆さんご存知だ <laughs> それはあの想像してる通りだと思うんですけどとか体験済みかと思うんですけど 結局その買い物をしてあのまあ、買い物なストレス発散法みたいな聞いたことあるかもしれないですけどもうちょっと語呂のいい言葉があったかもしれないですけど。あの <laughs> なんだろう結局まあお金持ちだったらそのここからここまでの棚全部ちょうだいみたいなことをできる財力があるかもしれないんですけど僕たち貧乏人がそれやっちゃったら結局その翌日のカード払いどうしようとか貯金残高がまたゼロになっちゃったとかあのなんだろうこんなにバッグあっても正直いらないんだよなみたいな風に結局何でこんなもの買っちゃったんだろうっていうようなストレスに苛まれるんですよね。でそのストレスから逃れるためにまた高価な買い物をするっていうようなその悪さっきのギャンブルと同じような悪循環に入っちゃうんですよ。 であのなんだろうまあもちろんそのなんか高価な買い物とかしてそれを後々メルカリとかに売ったら、まあ、多少は取り返せるでしょうけどその結局そのなんか新品を買って、まあ、中古であのなんか6割ぐらいで売るぐらいだったら最初から買わない方がいいよねって話なんですよね。であのまあなんだろうえっとね、まあ、買い物の中でも。 あのその一方で本を買うだったりとか何かあの陶芸教室とか友達と旅行に行くだったりとかマリンスポーツをするだったりとかその自分の学びたかった英語とかプログラミングの教室に通ってみるみたいなあの自己投資とか体験にお金を費やすだったりとかあとはなんか自分の好きなアーティストのライブに行くだったりとかねあとはそのなんか皆さんがあのパートナーと一緒に同棲してるとしてその家事代行を頼むだったりとかその家の掃除をかけるのがめんどくさいからお掃除ロボのルンバを買うだったりとか。 まあ,あの自分の時間を買うために使うあにお金を使うだったりとか。 あとはあのボランティア活動に、まあ、お金を寄付するだったりとかって、ね、1円でもその寄付するだけでも結構僕たちのメンタルにいい効果があるんですよねみたいなふうに自分の人生のためになるような時間を買うだったりとか将来の投資自己投資をするだったりとかそして社会貢献になるような行動をするっていうことにお金を使うとむしろスト,レス,ストレス改善効果が高まるんですよね、まあ、特にその他社貢献とかもミリオネアの人たちって毎月5時間はチャリティー活動に参加してるらしいんですよ <laughs> 僕たち毎月5時間もそのゴミ拾いだったりとか,なんか地域の 活動ととかかかボランティアとか参加しししてててますすす。す。なないいいでででよね。も耳が痛い限りですみたいなふうに、まあ、あのお金持ちの人たちってあの、まあ、僕たち凡人があの嫌で目を背けているようなことを真面目にコツコツとやり続けたなんかものすごい徳の高いというか、まあ、誠実性の高いしそして積み上げてきたからこそ能力も高いし周りからの信頼も厚いみたいな本当にその成人君主みたいな人たちがやっぱあのトップの人たちあの経済的にも社会的にもトップに上り詰めてるわけなんですよね。 毎日最低七7時間は寝てるし30分は読書してるし30分は運動してるしそして毎月5時間はチャリティー活動してるしみたいなまあ,あの本当に僕たちあのなんか下々の民よりももともと能力高いのにあの僕たちよりも努力してるんですよそして僕たちよりもよっぽど社会貢献してるんですよそれは上に行くわって話なんですよねであの僕たちがあのなんか野球うまくなりたかったらプロ野球選手の動画見たりとか自分よりも野球うまい人先輩とかコーチとかから教えを請いますよねでお金持ちになりたかったら同じようにお金持ちの人たちの考え 考え方とか習慣真似しようようって話なんですよねにもかかわらず僕たちは貧乏人がやっている行動をあのずっとコピーし続けているわけなんですよだからいつまでたってもあのお金持ちじゃなくてむしろ貧乏になるのは至,至極当然の話なんですよね。でのその中でもこの高価な買い物っていうのはギャンブルと同じぐらい愚策なんですよとあの結局何でこんなもの買っちゃったんだろうっていうストレスに苛まれてまたさらに高価な買い物をするっていうネガティブスパイラルに陥っちゃってで高価な買い物をするために僕たち貧乏人が一時的にお金を作る方法としてやっぱりそのなんかいろんなところ お金を借りるってことですよねだからその結果、まあ、女性の人であればあの、まあ、あの結局そのお金借りまくってその借りた利息を払うために体を売るような羽目になるわけなんですよね、まあ、全員が全員じゃないですからねだからそんな自分の人生の破滅の道を選びたくないというふうに思うのであれば買い物以外でんだろう自分のストレス発散法を見つけましょうとそしてまあ買い物の中でも全部買い物がダメってわけじゃなくて例えば日用品を買うだったりとかその自分の,その経験になるようなことにお金を投資するだったりとか。 あの、他者貢献だったりとか、時間を買うだったりとか、その実用的なことにお金を使うと、その自分のストレス発散にもなるから、あの非常に効果的なんですよ。ということだから、あのなんかどうせお金を使うなら自分の身の自分のためになるようなことにお金を使いましょう。ということを覚えておいてください。そして、あのやってはいけない。ストレス対策、その次タバコをっすね。まあ、タバコが健康に悪いっていうのは、もう皆さん言わずもがなだと思うんですけど、まあ、タバコは百害あって一利なしなんですよね。 でまあ、あの僕の友達でもタバコ吸ってる人たちとか、まあ、ちらほらいるんですけど,、まあ、けど正直彼らもねニコチン中毒になってるだけで本当はやめたいっていう人たちもあのちらほらいるんですよね。 で、まあ、タバコの何が悪いってあの、まあ、あの水タバコとか電子タバコでもそうなんですけど結局副流炎がそのあの副流炎ってそのなんか煙を吐く時そのなんか、まあ、たばコ吸う人が勝手に寿命を縮めて勝手に早死にするだったり勝手に脳機能低下するだったりとか老化していくだったりとか体臭くなるだったりとかあの肥満になりやすくなるだったり性格がクソ野郎になるだったりとかみたいなデメリットはあの吸った本人が自己責任で勝手に被ったらいい話なんですけどその人が吸って吐いた煙にもそのなんか悪影響があって周りの人たちの寿命だったり ったりとかその悪影響を及ぼす及ぼすんですよね何の罪のないあの他の人たちの人生にも悪影響を及ぼすんですよ、まあ、特に普通のタバコっていうのは煙を吸うあの副流煙を吸うだけで周りの人たちは寿命が14.4分縮分ですよねだから一生懸命あのなんか自,分自分磨きのために努力している人たちも副流煙を浴びせられるだけで彼ら,彼らが。 今後の人生で親友と過ごせる時間だったり、家族と過ごせる時間だったり、あの彼らが将来社会に貢献する。まあ、いろいろな社会貢献ができるはずだった。時間のあの人生のうちの時間の14分が削れるんですよね。まあまあ、だから何て言ったらいいのかな？まだその正直ギャンブルとか買い物は勝手に人生。あの自滅してあのまあ、好きだったらそれらが好きな趣味だったら勝手に人生自滅していけばいいんですけど、タバコはなんだろう？ その一生懸命頑張ってる人たちにも悪影響があるからなんだろうあのまあなんか最悪の趣味だなっていうふうに僕個人としては思うんですよね。僕個人としてはねあくまでこの考えが正しいとは言いませんよ。ただまあそのタバコっていうのは、まあ、4,000種類以上の化学物質とその中でも700種類以上の有害物質のなんかマリアージュというかその根性物質なんかを詰め合わせて作られたものなんですよね。だからめちゃくちゃゃく健康に悪いわけなんでですよで あのそれこそ,そのなんだろう一酸化炭素がたくさんあってその体内の,その血液の中にヘモグロビンっていうなんかああの赤いあの円盤みたいなやつがあるんですけどその栄養とか酸素とか運んでくれるやつとかのなんか動きを阻害するというかヘモグロビンの,の中に栄養を溜め込んで僕たちの体の末端部分とかに送り出すんですけどそのヘモグロビンに代わりにその有害物質とかをのせこんあの詰め込んであの まあ、ヘモクロビンという船の中にそのなんか海賊たちがたくさん乗り込んでてあのちゃんとした物資があのを詰め込むことができないような状態になっちゃったりとかするんですよね。とかタバコの有害物質によって体の毛細血管がどんどんあの収縮していって毛細血管ってその指先だったりとかあの頭,皮のあの頭皮だったりとかまあ まあ血流効率が低下すするわけなんですよだから脳にたくさん血液が送られなくなってバカになったりとかその頭,皮に頭皮とか肌とかにあの栄養が送られなくなるから肌がどんどん老けてったりとかあの髪の毛がどんどん抜けてったりとかあの、まあ、体にどんどん酸化ストレスが溜まってって体が臭くなったりとかそのタバコのヤニの匂いだけじゃなくてそもそもなんか人間の加齢臭とかもどんどん進んでったりとかするからあのするっていうような効果もあるんですよね。であのさらに まああの,の中に含まれるニコチンって成分よく効くと思うんですけどニコチンが特に厄介で、あで摂取してから1秒ぐらいで脳内に届くんですよねでそのニコチンが脳に快楽物質を,を,をあの与えるんですよだから僕たちはやめられなくなっちゃうんですけどそのニコチンが切れたらそのニコチンも効いてる間は気持ちよくなるんですけど。 これまで紹介したギャンブルと買い物と同じようにそのドーパミンが分泌されている間はその何度か気持ちよくなってるけどその,、まあ、あのニコチンやドーパミンが切れた後は結局そのタバコを吸うことによるその、まあ、金銭の,そあの損失だったりとかその自分の体に対する悪影響そのメンタルが悪化するだったりとかその まあ、あの頭の回転が鈍るだったりとかいろんな悪影響によって結局自分の精神をコントロールできなくなって無性にイライラしたりとかあの自分の家族に八つ当たりしちゃったりとかっていうような結果になるんですよねしかもタバコ吸う人たちの,、まああの生涯で一体どれぐらいあの、まあ、タバコにコストを費やすのかっていうあのなんか資産みたいなやつがあるんですけど。 これどこ,どこが出したんだったかなその国の調査だとかちょ,ちょっと根拠忘れちゃったんですけど、まあ、大体平均で1,000万ぐらい使うらしいんですよねただいさらたば吸う人たちって所得が低い人たちばっかりなのにあのそのなけなしのお金の1,000万ぐらいをそのタバコ関係に費やすんですかって話なんですよねよ,よくそんな余裕ありますねっていうふうに僕個人としては思うんですけどあの子供を大学に行かせるのに2,000万ぐらいいるんですよ。 にもかかわらずその半分ぐらいのお金をそのなんか自,分の自分の命を削り自分の,あの,、まあ、あのなんか見た目をどんどん老けさせてあの自分の働けるなんか労働時間というか自分が生涯稼げるあの、まあ、あの働けるはずだった寿命をどんどん削っていったりとか自分の脳のパフォーマンスを低下させたりとかそしてあのメンタルが荒れたりとかするっていうリスクを鑑みてさらに自分の子供の将来を潰すような行動をよく取れるなっていうふうに僕個人としては思うんですけど。 まああのまあ、それは僕のあくまで個人の考え方として、まあ、何せよタバコって百害あって一理りましたからあの、まああのまあ、特に今回紹介する中でやってはいけないストレス発散方法なんだよということを覚えておいてくださいということといや正直あのタバコが悪いっていうのはもう分かってますとけどやめ,るやめたいけどやめられないんですよ中毒になってるからっていうようなあの悩みが一番知りたいところですよねそんな正論ぐさぐさ言われたところでやめたいの分かってるわって話ですよね。 じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、悪液対策とか、これあの別の動画とかでも紹介してるんですけど、例えばタバコを吸いたくなったら代わりにブルーベリーを食べるみたいな風に代替行動を用意しておきましょう。そのタバコって、そのまあ、タバコの禁煙方法とかまた詳しく別の動画でお話ししたいなっていう風に思うんですけど、 僕はそのタバコを全然吸ったことないんですけどだから一回友達に吸わせてもらって何これマズっていうふうになってであとその後そのタバコのデメリットとか調べてうわこれも絶対やらん方がいいやんっていうふうに思ってハマらなくてよかったっていうふうに僕個人としては思うんですけどそのタバコって禁煙に成功するまでにその平均で40回とか50回ぐらい失敗するらしいんですよねだからそれぐらいタバコってそのと同じぐらいいめちゃくちゃゃく難易度の高い習慣なんですよだからちゃんともう本腰を入れてあの取り組んでいかないと、まあ、禁煙ってほぼほぼ失敗するんですよで禁煙が失敗 したら結局そのなんか今日こそ筋トレするぞだったり,ったり今日こそ勉強するぞっていうふうに思っててもサボったらあ自分はなんて意思欲のないゴミクソ人間なんだっていうふうに自分を責めて結局ストレスをたくさん抱えちゃうじゃないですか。と同じような現象がタバコでも起こるんですよね。タタタバババコココやめうううといいうにうに思っっっっっったたたたけど結局またタバコ買ちちゃゃ吸てな そのストレスをごまかすためになんかギャンブルに走ったりとか,買いなんかただでさえあの経済的に困窮してるのに高級なものにあのなんかあのお金を使っちゃったりとかあのタバコをたくさん買っちゃったりとか,なんかアルコールに走ったりとかしてもうどんどんその自分の人生袋工事になってっってちゃったりとかすするんですよね、まあ、だからそのなんだろう、まあ、タバコに対する悪役対策っていうのはしっかりやっていきましょうってことなんですけどさっきお話しした。 あのタバコを吸いたくなったらブルーベリーを食べるというのはあくまで一例なんですけど他にもリンゴを食べるとかバナナを食べるとか何でもいいんですけど何せを何か,かを食べながらタバ,コつタバコって吸えないじゃないですかみたいなふうにあの、まあ、タバコを吸いたくなったらやめるっていうふうなのを決めたとしてももう絶対あの確実に失敗するんですよね。どんなに自制心の高い人間でもそのなんだろうその欲望を目の前にした時に抗える割合って50%切るらしいんですよね。だから その自分がその誘惑に負けない環境を作ることが非常に大事なんですよ。あのなんだろうついつい一人部屋でスマートフォンを触って勉強をそっちのけになってしまうんだったらあのスマートフォンをなんか金浴ボックスタイムロッキングコンテナの中にぶち込んでおくだったりとかあの家族の監視の目があるリビングで勉強するみたいな風に環境を作ることが大事なんですよ。だからタバコを吸いたくなったらあの代わりに自分の手元にあるこのフルーツを食べるみたいな風に。 仮の代替コードを用意しておくことで、あとナッツを食べるっていうのもいいっすね。ナッツも健康にいいので。みたいな風に代替コードを作っておくだったりとか、タバコ吸いたいけど、 まあ、あの吸わないじゃなくてあのなんか先延ばしするっていうのも大事なんですよその英語の勉強とかプログラミングの勉強とか副業とかって結局先延ばしして僕たちやってないでしょみたいなのに先延ばししないことって絶対やらないですよ。あのやめようっていう風に思ったらそのやめなきゃやめなきゃっていうストレスで結局自制心が保てなくなってその欲望に負けてしまうんですけどだからタバコやめようっていう風に思ってたらあの結局そのタバコやめようあけどやっぱ吸いたいなっていうせめぎ合いのストレスであの。 結局そうじゃなくて「あタバコ吸いたいな」けどまああと1時間ぐらい立ってから吸おうっていうふうに思って1時間後に「タバコ吸おうかな」「いやけどやっぱりその仕事終わってから吸うか」っていうみたいなふうにどんどん先延ばしして,てあて「やっぱ明日吸うか」とか。 まあまあ、やっぱ来週数かみたいな風にどんどん先延ばししてたら結局気づいたらあなんか先延ばししまくった結果何かどうでもよくなったなみたいな風にあに変わることができるんですよねお前タバコを禁煙したことねえからそんなこと言えるんだろうみたいな風に言えるかもしれないですけどあの思えるかもしれないですけどあ,の、まあ、あくまであの僕の実体験ではないですけどあのタバコじゃなくてもなんかお菓子だったりとか,そのなんかゲーム中毒大之助もスマホゲームとか大好きだったんで。 このリストの中にも入ってるんですけどやってはいけないストレス対策でやっぱゲーム中毒ってよくないですよねを脱出するためにもさっきお話ししたようなあのどんどん先延ばしする例えばあのカードゲームのシャドーバースとかやりてえなっていうふうに思った時も。 何だろうまあやりたいけど、まあ、今じゃなくていいよなとて一旦本読んでからにしようだったりとか一旦動画撮影してからにしようだったりとか先延ばししてたらあの結局まあ別に今日やらなくていいかみたいな風にあのにんか別にやらなくていいやっていう風に思えるようになってきたんですよねみたいな感じであの効果的な悪役対策とかもあるのでそちらもあのまた概要欄の方に入れておくのであの本気でやめたいっていう風に思う方々はそちらを見てみてくださいって話なんですけど、まあ、何にせよタバコは。 お金を奪うしあのなんか老化するし頭の回転が鈍るしメンタル荒れるしあのなんだろう自分の寿命を縮めるしあの自分が働ける年齢っていうのもどんどんあ生,涯生涯稼げる年収っていうのもどんどん下がっていくしあのなんだろう自分の家族にあの暴言を浴びせたいとか暴力を浴びせたいとか、まあ、あの人間関係もボロボロになっていくし百害あって一時なしなんだよということをあの覚えといてねっていう話なんですよね。 でその次やってはいけないストレス対策としてアルコールなんですけど、まあ、お酒を飲むことってお酒飲んだら気分良くなるじゃないですか大之助って大之助はあくまでそのあの酒めっちゃ弱いからほろ酔いの半分ぐらいでも酩酊状態に入ってしまうぐらい酒弱くてあのなんだろうお酒全然好きじゃないですけど、まあ、皆さん好きっすよね。であの仕事の嫌なこととかも酒飲んで気分良くしないとやってらんねえわという風に思うかもしれないですけどでんかアルコール飲んだら気分良くなってすぐ寝れるみたいな風に思うかもしれないですけど。 あの実はこの酒を飲むっていうことも、まあ、実はというかまあ健康に良くないですよねあのお酒は百薬の長みたいな言葉とかもありますけどあれ結局お酒好きな人が自分を正当化するために作ったら嘘ソっすからねあれ科学的根拠ないんであのなんだか酒は健康のことを考えて一滴も飲まない方がいいっす。であの酒飲んだら あの睡眠の質が低下しますあのよく眠れるっていう風に思うかもしれないですけど入眠までの時間はあの早くなりますけどあのお酒飲んだらあの深い睡眠を入ることができなくてでその結果、まあ、中等覚醒が増えたりとかしてあの脳内に疲労物質がたまったりとかして翌日二、まあ、日酔いした人たちとかあのもう体験済みだと思うんですけど一日中気分悪くなるじゃないですか、まあ、頭の働きが鈍くなるんですよねっていうことがあるから結局そのなんだろう、まあ、なんだろうあの 酒飲むことによってそのなんかアルコールを分解する時にアセトアルデヒドっていう有害物質が体内に出てくるんですよね。でその有害物質を解毒するのに体のリソースを総動員し,しなきゃいけないんですよ。で本来人間って夜深い睡眠をとってる時に脳内にたくさん血液を送って、まあ、あの認知症の原因になるアミロイド β みたいなタンパク質とかをあの除去するっていうことを寝てる間に脳の体積が4割ぐらい縮小して隙間が生まれるんですよね。で脳脊髄液の CSF ってやつがその脳内の汚れを洗い流して脳をすっきりさせてくれるっていうのが僕たちが夜 深い睡眠を取っ,てくれ取ってる時に行われている作業なんですけど、まあ、そのアルコールのアセトアルデヒドを分解していることにリソース人員を割きすぎてその脳内のゴミ掃除をするあの人件費が足りないとい人,が人手が足りないっていうことになっちゃうんですよね。 だから結局翌日なんかイヤイヤするし頭がボっとするしみたいなことになってあのアルコール摂取したところであのむしろストレスが悪化するってストレスが激増するっていうような原因になるんですよね。まあ、も,もちろんあのお酒を飲むことによって、まあ、そのお酒の種類にもよりますけどビールみたいなやつとかってすごい糖質があってあの糖質がたくさんあって、まあ、そのなんだろう血糖値が上がったりとか、まあ、肥満の原因にもなるし自分のメンタルを悪化させる原因にもなるしそしてまあ あのお酒代もバカになりませんよねっていうこととかもあるからそうなんだろうあのお酒 <laughs> みんな。 まあまあまあ、好きにすりゃいいんですけどあのお酒飲まなきゃやってられないっていうふうに思うんだったら別に好きなように飲んだらいいんですけどただ健康のことを考えるんだったらせめてコップ一杯までだったりとか、まあ、どんな度数だろうがせいぜいコップ一杯だろうぐらいだったりとかそのアルコールの毒素の分解までの時間を考慮して寝る3時間前にはそのまあアルコールの最終摂取をやめておくみたいなふうにあのしておかないとまあ普通にあとはいえお酒飲むのって大抵夜遅くまで飲んでその後あの布団の中に潜り込むと思うから。 あのそんな寝る3時間前にお酒切り上げるなんてそんな健全な生活できるような人間はそもそもあのお酒飲みませんというふうにあの思うと思うんですけどとはいえ、まあ、一般論として健康のために健康のことを考慮するんだったら自分の人生をちょっとでも良くしたいというふうに思うんだったら寝るあの直前までまあお酒を飲むっていうのは、まあ、非常に握手な,なんだよっていうことは握手なんじゃよってあのネテロ会長が出そうでした「握手じゃろアリンコ」って。あのなんですけど まあ、アルコールってあのなんか気分にくなるような気がするけど長期的に見たら睡眠の質あの悪化するしあの不健康な,な,えな,あのなんか栄養ばかりだしいあの不健康なあの成分ばかりだし、ままあ、お金も無駄に使うし1 0 0やって一例なしなんだよって、まあうんまあ、気分が良くなるから、まあ、タバコよりはあましかぐらいにあの覚えておいたらいいんじゃないのかなっていうふうに思います、まあ、だからまあ今回紹介してるやつ全部健康に悪いんですけどね だからまあ序盤でちらっとお話ししたあのまあストレス発散方法として自然に触れるだったり運動するだったりとかあの睡眠時間を確保するだったりとか,あのなんか瞑想するだったりとか読書するだったりとか他のことにあのまあ自分のなんかストレス発散するその時間を当てたらいいんですけどお金もそれら紹介したさっきあの紹介した内容って全然お金かからないしね、まあ、だから本当に健康的になるためのストレス発散法って全然お金かからないんですよ。知識さえあれば あの僕たち自分の人生をいかいかように。でもデザインしていけるんですよね。で、同じように他にもやってはいけない。ストレスあの発散方法について、あの折り返し地点来たんで紹介したいなっていう風うに思うんですけど、sns とかゲームの中毒も非常に効果があのまあ、人体とかメンタルに悪影響を及ぼしますね。まあ、皆さんも体験済みだと思うんですけど、もちろん人と繋がるために sns をあの効果的に利用するだったりとか。 例えば社会人になってあのなんかなんか独立したいだったりとか昔の友人と連絡を取りたいだからフェイスブックであの友人を探してみるだったりとかその仲良かった友人ともうしばらく疎遠になってたけど,あのどういう近,近況はどうなってるのかなっていう風に思って連絡してみるだったりとかっていうのは自分のメンタルにあのいい効果を及ぼすんですよね。人間は社会的動物だから 結局群れを成してて生きていくんですよねで。自分は社会にとって何か貢献できるだろうかとか存在価値あるのだろうかっていうことを確認するとあの、まあ、自分の自尊心が高まって行動力も高まったりとかメンタルも安定したりとかいろんないいことがあるんですよだからそのあの、ま、今回紹介する SNS 中毒の良くないことは Twitter 配信とか SNS でなんかすごい自分を加工しまくってあのインスタのストーリーにアップすることしか考えてないような女子だったりとかみたいに。 その自分を偽り続けたりとかその承認欲求のモンスターになってて結局その周りの人たちに自分の凄さを誇示するツールとしてあの使い続けていると結局その自分を偽り続けているストレスだったりとかその何だろう現実の人たちとその上辺だけの関係になりますよね。その表面上でいいねしてだったりとか そのだろうあの自分はそのだろう表面上でそのなんかファンはたくさんいるけど本当に心につながった深い人間関係はないみたいなあの結,果に結果が待ち受けてるわけなんですよね。 でまあ、ちなみにあの世の中で最も人間のメンタルを破壊する SNS はインスタグラムっていうような研究結果とかもあるんですけどみたいなふうに自分を偽り続けるために SNS を使っていったらむしろストレスたまりますよって話なんですよね。そしてましてや <laughs>、まあ、さっきお話しした通り人間は社会的動物でその、まあ、あのなんか今の文化とかその文明とかがなかった頃とかはあの他の人たちとコミュニケーションを取ってあのなんかチームプレイでマンモスを飼ったりとかしてたわけなんですよね。だから人人とと会話するきに人間の脳ってめちゃくちゃゃく活発 活性化すするんですよだから一人で本を読んで徹夜しようっていう風に思ったらもうほぼ大抵の人たち,たちは寝落ちすると思うんですけどあの一方でなんかお酒を飲みながら友達となんかいろんな雑談をするみたいなことあの部屋飲みとかをするんだったら意外と夜を明かしたこととかってありますよねみたいな風に人間は人と話してる時に脳が活性化するんですよ。 あの一人身の高齢者がどんどん認知症があのなんか悪化していくみたいな話聞いたことあると思うんですけど結局人と触れる機会人と話す機会がなかったら脳の刺激が全然足りなくなっちゃってあっという間になんか脳がちっちゃくなってってしまうんですよねだからそれぐらい僕たちは人とつながること人と会話することっていうのがその自分の脳やメンタルの健康を保つ上で非常に重要なんですけどただ目的と手順があの、まあ、人と自分の心を健全に保つために人とつながるっていう結果を あのもたらすために SNS を使ってたはずなのに SNS で自分の素晴らしいところを見せようとしてその結果周りから大事な人たちが離れていくっていう SNS の中毒ににななななっっててししままううと、本末転倒な良くいい使い方になってしまうんですよねで。その結果スマホ中毒になって自分の睡眠不足になったりとか人間関係がまあ充実しない状況になって結局メンタルが荒れたりとかするっていうような結果になってあのストレスが全あのむしろ増えてしまうっていうことになるから SNS 中毒になるっていうのは。 あのまあ、非常に危険なストレス対策なんですよって話なんですよね。まあ、各代之助もまあ,あの自分に自信が持てなかったから、自分の存在意義を確かめようとして、あの別に運動も得意じゃないし、勉強も全然得意じゃないし、あのクラスでも中心人物でもないようなあのなんだろう。陰キャのくせになか Twitter まあ、まあ要するにツイッター配信になってたわけなんですよね。あの承認欲の塊だったわけなんですよね。まあ、今も別に承認欲の塊だとは思うんですけど。 まあ、まずできることはその結局自分を磨くってことなんですよあの結局そのなんだろうその周りに人が集まってくる人っていうのは他の人よりも何か優れた点だったり魅力的な点があるということなんですよねだからその他の人たちに認められたいっていうふうに思うんだったらまずは自分のレベルを上げろって話なんですよね。 まあ、SNS にはあのいいところも悪いところもたくさんあるからそれらを踏まえた上でどういう付き合い方をしていくのかっていうのは本人に任せますけど結局 SNS 中毒になっててであの現実の自分を磨くことを忘れてそしてなんか自分はブクブク太ってるのにその自分の顔のシミを消したいとか自分の顔写真を加工したいとかして SNS を使ってるうちはいつまでたってもそのストレスが溜まり続けるんですよっていうようなあの。 ことを覚えておいてください。って話ともう一個ゲームですね。ゲームもまあ、使い方によってはまあ、それこそあの e スポーツっていう風にそのゲームをやめちゃくちゃゲームが上手かったらそれだけであのお金食ってあのお金稼いでいけるようなあの世の中になってきたわけなんですけど、それにマリオとか apex とかそのなんか空間認識能力を使う。リアルタイムであのなんか戦うようなゲームって。実は iq を高める効果とかもあるんですよね。あとデッドバイデイライトとか。まあそのそれこそその apex とか荒野行動とか仲間と。 すみません僕そういう系のゲームあのどあの軽くしか知らないですけどほとんどやったことないから仲間と協力しながら自分はこっちに回り込むからお前らはあ,のあっちから攻めてくれみたいな風に連携取ったりしますよね。あととリーグオブレジェンドとか そういうゲームってあのなんだろうゲームする人たちって陰キャでコミュ障なんじゃないっていう風な偏見があると思うんですけどあの実はそういうチームプレーをしまくっているそのなんか陰キャの人たちって実はコミュ力高いっていうような研究結果とかも結構出てるんですよね。だだからあのゲームをそのなんだろう することって、まあ、ゲームしまくるとなんか子供もいうか頭がバカになるんじゃないみたいな,なんか偏見というかそういう通説があったかもしんないですけどでなんか香川県かな,なんか子供は1日1時間までしかゲームやっちゃいけないみたいなバカみたいな条例を出してるところとかもあるんですけどあの結局そのんだろう ゲームすることによってもメリットはあるんですよね。まあ昔その本が世の中に出た時代とかも本ばっかり読んでたらあのバカになるっていうふうに言われてたような時代もあったわけなんですよね。あ実際文字ばっかり読んで実際に体験しなかったらあのなんだろう結局頭でっかちな知識になってあのバカになるみたいなふうに言われてたわけなんですよね。みたいなふうに新しいもの新しいテクノロジーとか文化って結局そのアンチが生まれるのは仕方ない宿命なんですよね。であのゲームっていうのは、まあ、実は実 なんかネガティブな印象があるかもしれないですけどで僕もやってはいけないストレス対策として紹介してるんですけどあのとはいえそのやりすぎには注意なだけで普通にゲームやることに対しては IQ 上げたりとかコミュ力を上げたりとかあのそれに チェスとか将棋とか囲碁とかそのなんかあのお互い条件が同じでその自分の頭を使ってあの戦う系のゲームとかってあのむしろ自分のそのなんかメンタルを整えてくれたり集中力高めたりとか短期記憶能力を鍛えたりとかさっきお話したように仲間との連携のコミュニケーション能力とか問題解決能力を高めたりとか分析能力高めたりとか結構いろんなことがあるんですよねだからあの睡眠不足になったりとかその運動不足にならない程度にあの抑えておきましょうっていうあのことだけ気をつけてもらえれば。 まあ、あの適切にゲームと付き合えるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどとはいえ大人でもゲームやりすぎるじゃないですか大人で1人暮らししてたら誰も自分を止める人いないなすよねあのだからあの結局その夜遅くまで昼夜逆転してそのなんか仕事が終わったから土日は。 夜遅くまでゲームっていうことがあるから大之助がゲームのメリットもあるって言ってたけど結局そなんかあのおなかが空いているからこそご飯食べたらうまいのであって満腹の時に自分の好きなハンバーグを5人前出されたら地獄じゃないですかみたいな感じでその自分のコンディションが万全じゃないと睡眠不足な時とかあのまあ疲れきっている時とかにずっとゲームをやってたら、まあ、そのまあ LED, あの LED じゃないかなブルーライトとかそのゲームのその ゲームも結局ゲーム中毒にさせるように心理学のテクニックがたくさん盛り込まれてるわけなんですよ。パチンコと同じように。あパチンコとかギャンブルと同じように。だから僕たちどんどんその夜遅くでもやめられなくなっちゃうんですけど、その睡眠不足になっちゃったりとかしない程度までその自分をコントロールできるんだったら、まあ、それこそなんか1日2時間だったりとか、あの午前中と午後に1時間ずつ分けてやるだったりとか、そのなんだろう。 あのまあ、自分の中でルールを決めてこれ,あのこれ以上やったらその翌日の生産性とか記憶力に支障が出るなっていうのをちゃんと観察とか記録というか自分の取り扱い説明書を理解した上でだったらあの健全にゲームをやるとむしろその自分の友達とあのコミュニケーションが取れたりとかしてとかゲームでそのオンラインで自分と同世代の友達とかができたりしてむしろ人生にいい効果があるんじゃないのかなっていうふうに思うのであのゲームのやり過ぎには注意しましょうってなんかもう至極当然なことをお話ししてるんですけど。 まあ、だから、まあ、SNS もゲームもその包丁とか車と同じであの使い方次第ではあの人間の生活をめちゃくちゃ豊かにしてくれるしその一方であの使い方を誤ったらもう簡単に人を傷つけてしまうとか、まあ、自分の人生を傷つけてしまうよということをあの覚えておいてくださいという話でしたでその次やってはいけないストレス対策として食べ過ぎっすね、まあ、食べ過ぎというかあの暴飲暴食のことなんですけどあの特に僕たちストレス溜まってる時ってお菓子とか脂っこいものとか健康に悪いものジャンクフードとか食べたくないじゃないですかで ま、これは人間の本能にあの根ざしてることだから、ちょっと仕方ないところなんですけど、寝不足になってもその食欲が暴走したりとか、脂っこいもの食べたくなるんですよね。だから飲み会で夜遅くになった時に最後に締めにラーメン食べたくなるじゃないですか。あれって。 そ人間の脳が睡眠不不足足になっているイコーールルエネルギー不足だからエネルギーをたくさん蓄えられるようにカロリーのの高いいいっっこいもをを食べろっててううに脳が指令を出してしまうんですよねだから僕たちは夜遅くに脂っこいものを食べちゃうんですけど夜眠る前に脂っこいものを食べて消化に時間がかかってしまうとその、まあ、アルコールの時にもアルコールの毒素を分解するためにあの脳を回復させるリソースが足りなくなるってお話ししたんですけど寝る直前に脂っこいものを食べたら。 結局油っこいものを消化するのに消化管にたくさんリソースを使わなきゃいけないから睡眠の質低下するんですよね。で睡眠の質が低下したら結局ストレス溜まるんですよね。で,でストレス溜まったらまた食べ過ぎてあのたくさん健康に悪いものを食べたくなるっていう悪循環に入っちゃうんですよ。だから。まあ、あの健康に野菜とか ブロッコリーとかレタスとかの食べ過ぎなら、まあ、まだま,まだ救いようがあるというかまだむしろ健康的になるんですよね。とか大之、まあ、助もどうしても食べたくなった時とかっていうのはやっぱ果物冷凍の,のブルーベリーあの冷蔵庫の中にあのめちゃくちゃ常備してるんですけどそれを爆食いするようにしてますね。まあ、みたいなふうに、まあ、フルーツとか、まあ、ナッツとか健康にいいものを爆食いするようにするならまだ健康にはいいんですけど。 その、まあ、人間っていうのは特に,食、まあ、にあの僕たち日本人って食とかあの料理に関するあの、まあ、あの基礎教育とかってほとんど受けてないから家庭科の授業とかでも三大栄養素の炭水化物とタンパク質と脂質ぐらいしか覚えてないじゃないですか。 みたいな風にあのな人間の体とか飲む人って食べたものから作られるのに、その食べ物についての勉強はほとんど受けてないですよね。だから、その結果、その美味しくて、あの脳,脳にあのすぐ快楽を提供してくれる揚げ物とかお菓子だったりとか、コンビニスイーツとかに僕たちは飛びついちゃうわけなんですけど、それらのものっていうのは当たり前だけど、太らせるし、老化が促進するしメンタル荒れるし、そしてむし。さらにもうシンプルにお金がたくさんど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 ん飛んでいきますよね。 で、睡眠の質も低下するしまああのなんか全然いいことないあのまあメリットが全然ないわけなんですよねでその、まあ、自分の好きな甘いものとか食べ,と食べてる時ってやっぱり快楽物質のドーパミンが分泌されるんですよねだからその食べてる時は快楽を感じるんですけど食べ終わった時にあなまた自分は自制限を保つことができずにこんなにたくさん食べてしまったあ自分はなんてダメな人間だっていうふうに自分を責めちゃうんですよねで自分を責めてストレスを貯めるとどうなると思いますかまた、あの <laughs> 食欲が暴走。そのストレスによって自制心が低下して、自分をコントロールすることが苦手になって、よりたくさん食べるようになるんですよね。で、健康に悪いものを食べたらメンタルが悪化してで、あの自分をコントロールすることも苦手になっていくんですよ。っていう風うに睡眠不足だったりとか。あのま栄養価の悪いものを食べたらメンタルが荒れる。だったりとか。 そしてたくさん食べ過ぎたことにより自分を責めるだったりとかそしてあの無駄な出費をすることにより経済的困窮であのストレスが増えるっていうようなさまざまな要素でまたあの爆食いをして <laughs> するようになるんですよね。ですすよ。よ。見た目も老けけていくわけなんですよ人間関係もどんどん悪化していくしなんかあの、まあ、この変化の激しい現代社会についていくようなその思考能力とかっていうのもどん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 失われていくわけなんですよね。 だから、世の中に、ね、もうなんかどうしようもねえなっていうふうな,なんかすごい、まあ、男性でも女性でも太ったその性格の悪い頭の悪いようなあの人とかってたまにいると思うんですけど彼らはどうやって作られるのかというと結局今回紹介したそのなんか目先の快楽に逃げま,逃げまくった結果あのできる慣れの果てということなんですよね。 だから自分もそういう人間にならないように食べ過ぎには気をつけましょうとそしてまあ食べ過ぎには気をつけましょうっていったっていきなり食べ過ぎを抑えることできねえよって話ですよね。だからおすすめのの方法としてまああの まあ最初はお菓子食べたくなったらブルーベリーを食べるみたいな風に置き換えをするっていうことが非常に重要なんですよ。お菓子食べたくなったらあの食べないっていう風なことはタバコと同じ理屈であの絶対無理なんですよね絶対我慢できないですよねだからまずは家の中のお菓子をそのなんか学校だったりとか職場だったりとか友達に全部配るとあの家族とかに全部あげるとそしてあのまあ代わりにあの自分最初はその食の,のコントロールとかうまくいかないと思うから。 その分野菜を食べるだったりとかフルーツを食べるとかしてあの自分の胃袋を満たしてであの健康にいいものを食べていったら食欲のコントロールが結構簡単になってくるし食欲のコントロールができるようになってきたら。 あの例えば、えーね、プチ断食をちょっとやってみるだったりとか朝あの5分だけ運動してみるとか運動すするるだけでも食欲のコントロールが上手くなるんですよねあのなんか。そもそも運動することによって脂肪を燃焼するっていうような効果があるんですけど運動することによってストレス発散ができてあの、ま、自制心が高まったりとか運動することによって脳にたくさん血液が送られて栄養が送られてあの脳が発達してあの物事を長期的に考えられるようになったりとか。 あの自制心が鍛えられてそのなんか健康に悪いものを食べないようにっていう風にコントロールできたりとかするんですよねだからあの、まあまあ、のまずはその食べ物を置き換えダイエットしてそして運動する活力を作って散歩ぐらいでいいから始めてみて健康に良いストレス発散法を実践していくことによって暴飲暴食を防ぐことができるんですよということを覚えておいてください、まあ、だからもちろん人間は食べていかないと生きていくことできない,で,きないですけど あの健康に悪いものを食べまくってたらストレスが増えるんですよということをそしてあの自分がなりたくなかった人間にあの、まあ、ルックスだったりとかメンタルだったりとかあの知能だったりとかどんどん低下していくからどんどん坂を転がり落ちていくからそういう人間にならないようにするためには食べ過ぎは良くないんですよということを覚えておいてくださいでその時に寝過ぎっすねあのストレス対策で寝過ぎってあのむしろダイナス系序盤からずっと寝ろ寝ろって言ってるじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけどあの実は寝過ぎ良くないですよね人間って寝だめをすることができないんですよ そのまあ、なんだろう平日なんかまあ仕事で忙しくてなんか短,あの短い睡眠になったり6時間睡眠とかになってるから休日はあの土曜日は12時間ぐらい寝てやるぞみたいな考えを持ってる人がいるかもしれないですけどこれって一番悪種なんですよねあのだったら平日と同じようにその同じ時間に土曜日も起きてそして昼寝を挟むっていう方が断然体,あの体調というか生活リズムがあのなんか整うんですよね健康にもいいんですよね。寝すぎはむしろ体に気だるさだったりとか そのなんかや,や,やる気の欠如だったりメンタルが悪化したりとか代謝機能が低下したりとかさまざまな悪影響が生じるんですよね。というのも、まあ、皆さんも体験済みですよね。そのなん,だなんだろう あのまあ、休日はがっつり寝てやるぞっていうふうに思って午後あの、まあ、土曜日の午後とかに起きてなんか大之の助の動画なんかやってはいけないストレス対策とか言ってるなっていうふうに思ってつけたとしても結局その午前中を無駄にしたっていうような感覚のストレスだったりとかその体内時計の、まあ、いつもの生活リズムが崩れることによってなんだろう その僕たちの脳みそが混乱してる状況なんですよ、ね、いつもそのまあブラック企業で朝早く出勤しなきゃいけないから6時には起きてるのになんで今日はあの午後の13時に起きてるのっていうふうにあのなんかいつ起きたらいいのっていうふうに体内時計が狂ってしまったりとかだからその結果月曜日起きるのがさらに億劫くになるんですよねだったりとかみたいなふうにあちょいったん水飲みますねで大抵の人間っていうのは、まあ、9割以上の人間っていうのは 1>, あの1日の最低睡眠時間が7時間から9時間は必要なんですよねバリュアブルスリーパーっていうんですけどで短い睡眠時間でいいっていうふうに言われてる人たちは、まあ、生まれつき遺伝子で決まっててもうあのなんか1,000人に5人とかだったかな、まあ、データとかはまちまちなんですけど、まあ、ものすごい少数派だし後天的にショートスリーパーにはなれないんですよね。あの俺ショ,ートショートスリーパーだからっていうふうに言ってる人たちって寝てない自慢する人たちっていうのは結局その寝てないと性格がクソ野郎になるし脳機能低下してバカになるしあの太りやすくなるし。 あのまあなんかいい,いいことなしなんですけど要するに自分はクソ野郎なんですよ頭悪いんですよってあの仕事の整理生存とか優先順位ができない人間なんですよっていう風にアピールしているんですけどそれにも気づけないぐらい知能が低下している残念な人たちなので寝て,るじ寝てない自慢をする自称ショートスリーパーとは関わらない方がいいんじゃないのかなっていう風に僕個人としては思,しては思うんですけど何せよまああの。 睡眠不足ってものすすすごいいデメリットなななんですよよね。ね。だから好天的にはなれないんですよ、ね、とはいえあの寝すぎることによって特にそのいあの平日と違う生活リズムを作ることによって人体にものすごい悪影響を生じてあの、まあ、ストレス発散のために寝ることは非常に重要なんですけどあの1回で長時間12時間ぐらいとか10時間を超えて寝てしまうとむしろ人体に悪影響があるんですよとだからあのきついかもしれないですけど土日,土日も日も 休日と同じ時間に起きてで眠い目をこすりながらそして午後昼寝をしましょうともうあの30分でも1時間でもいいから昼寝をするとあの午後すっきりするしそしてまあそれでもまた眠気を感じるのであれば土曜日は早めに9時とか10時とかに寝て,寝てそして8時間ぐらい睡眠をとったら日曜日にはあのまあしっかりと8時間ぐらい睡眠をとってそしてちゃんと6時ぐらいに朝早くに起きれるっていうわけなんですよだからあの月曜日にもしっ,かりしっかり備えられるってわけなんですよね。みたいな風に その何だろう人間の睡眠リズムはイチローさんがあの元プロ野球選手のイチローさんが毎日同じ行動をとってるっていう風に言ってたじゃないですかあのそれぐらいルーティンを守ることルーティンを作ることって非常に重要なんですよね特に僕たち凡人はその天才とよいドンで戦って勝てるわけないですよだから日頃の準備で差をつけるしかないですよねだから そしてあの僕たちがうぞうむぞうと勝ちたいんだったらそれこそあのなんだろう特別な努力だったりとか特別な何か積み上げたもので勝負するしかないですよってなったらやっぱ習慣しかないですよね人間はあの運命の奴隷なんですけどそのなんか運命を変える唯一の方法は習慣を変えることなんですよねで人間は その人生の半分から7割ぐらいを習慣的な行動に支配されているっていう風に言われてるんですよ。で、残り33%は睡眠に費やされてるわけなんですよ。だから、あのあの習慣を変えたら、今回紹介した悪癖とかをどんどんいい。習慣に変えていったら、もう勝手にあの僕たちが凡人だろうが才能ない人間だろうが、人生がいい方向に変わっていくってわけなんですよね。だから自分の生活を改め,改めていきましょう。っていうのと。 あの改めろっていうふうに言ったけど寝だ,め寝だめをすることは非常に悪影響なんだよと寝ることは大事だけど寝だめはダメなんだよとだから日頃からちゃんと寝ておくことが重要なんだよということを覚えておいてくださいでその次あのやってはいけないストレス発散法として悪口を言うってことですねまあ,あの生きてたら嫌なこととか嫌な人って身の回りにたくさんいますよね 「大の助ようと」と「職場の,あのど,もうどうしようもないクソ人間の上司の悪口を言っちゃいけないのと」と「じゃあ自分はどうやってストレス発散したらいいんですか?」っていうふうに思うじゃないですかもちろんあのまあなんか友達と、まあ、共通のなんか話題としてちょっと悪口を言うだったりとかこういう不平不満があるっていうそのガス抜きをすることは重要っすよ自分の不平不満を自分の内側だけに閉じ込めておいて風船がずっと膨らみ続けると絶対破裂しますからねあのだから スストレスを発散すする場所は必要なんですけどとはいえ皆さんあのその悪口とかをあの聞く側の立場から考え,考えてみたらどうですかいつもこの人は誰かに不平不満誰かに対しての不平不満を言ってきてそのせっかく集まったのにずっと人の悪口ばっかりを言ってるとそんな人と皆さん毎回会いたいというふうに思いますか何か嫌だな面倒くさいなまた人の悪口ばっかり言ってるんだろうっていうふうに思いませんだからあの頻度が大事なんですよね。 で自分でそののスストレをを処理する処理するる方法を見つけることっていうのが大事なんですよね例えばあの日記を書くだったりとか大之助みたいにそのなんか,あのなんか、ま、大之助は今あのインターネット上に喋ってる内容とか考えてる内容とか公開してますけど自分でもボイスメモで自分の思った内容とかわーっていう風にしゃべるだったりとか「いやマジで上司ムカついたわデスノートがあるんだったら100回ぐらい名前書いてやるわ」だったりとかあの「夢の中で100回ぐらい首の骨を折ってやろうかな」みたいな風に。 もう自分の思ったことを好きなだけ喋ってよしすっきりしたみたいなふうにそのだろう人に聞かせられないような状況も情報も、まあ、自分の中で処理する方法を身につけるっていうのが大事なんですよね。とかそれこそ、まあ、あの食生活を変えて健康的なものを食べるだったりとか朝日光を浴びながら5分ぐらい散歩するだったりとか昼寝をするだったりとかそういうようなこうあの習慣を変えることによってあのあの結構自然にストレスを処理,する処理できるようになってきたりとかするわけなんですよね。 だからあの常日頃からあのずっと自分の話題が悪口ばっかりにならないようにしましょうって話なんですよ。というのも、まあ、自己参照効果って言って悪口ばっかり言ってると第三者から見た時あ,のあなたもその悪口を言っている人間と同じような印象を持たれてしまうんです例えばあの皆さんと大之助は友達だったとしてですよ大之助がいつも誰かの悪口を言ってますとまあ大之助結構動画でそのなんか努力しない人間に対してボロクソを言ってたりとかするんですけど。 あのまあ、僕と皆さんと共通の友達 A 君がいたとしましょう「であいつってマジクソだよなと」と頭悪いし性格悪いしあの口も臭いし金全然持ってねえしなんかあいつマジで腹立つわみたいな風に僕が言ってたらあの皆さんは大之助に対してそのさっき僕が A 君に言った内容をあの勝手にコピーしてしまうというかリンクさせてしまうんですよね。大之助という人間は頭が悪くて性格が悪くてあの口が臭くてそしてあのなんだろう あのなんかさっきいろいろ僕ごちゃごちゃって言いましたよね、まあ、記憶力が悪いだったりとかあどマジどうしようもない人間だ,だとあのなんか社会不適合者とかいうようなイメージがを大之助自身に乗っかってしまうんですよねだから悪口言いまくってたら結局自分にそのなんか隠蔽をというか自業死というかそのネガティブなイメージが跳ね返ってきてしまうんですよ。っていうのを声高に叫んでるようなもんなんですよね。で あのさらに人の悪口ばっかり言ってたら自自分が自分がの大事な人たちの悪いところばかり目にに入るるよようになるんですよねあの人間の脳っていうのは結局その、まあ、日頃から悪口ばっかり不平不満とか言ってたらその自分は悪くないと周りが悪いんだっていうような思考になってしまうからそのなんだろうすぐに責任転嫁したりとか言い逃れしたりとか,あのなんか自分の無実を声高に主張するような面倒くさい人間になるわけなんですよね。だったりとか 他の人のなんか粗探しとか悪いところばっかり目に入るようになるから自分の家族とか自分の大事な人とかの悪いところばっかりがすぐに目に入るようになって結局自分のメンタルがが荒れたいとか人間関係が悪化する原因になるんですよ、ね、そしてあまあまあそういう現象があのなんか、まあ、よくそのネット記事とか書いてるマスコミの人たちにも発生するんですけどマスコミの人たちとか,なんか人の,なんかあの不幸なニュースをなんかネットに書いて、まあお金をあのまあ、家族を養ってるわけじゃないですか。 でそんなあのなんかアンチコメントというかなんかネガティブなニュースばっかり書いてるような人たちっていうのはネガティブなことに反応しやすくなって結局自分のし生活がボロボロになってってざまマっていうふうに僕個人としては思うんですけどまあ何せよその悪口を言いまくることってまあ,あなんだろうまあ会社の悪口と不平不満を言うけど全く努力もしないような人間ってどう思いますあの僕はあの正直ヘドが出ちゃうんですけどまあ僕も今悪口出ちゃったんですけどあのまあそもそも自分でできることやあの散々あなたはじゃあその悪口を言う前に。 今でできることとやったんですかとあなたは本当に1ミリも悪くないんですかあな,あなたができるようなこととかなかったんですかっていうふうに僕思っちゃうんですよね、まあ、昔の10代の頃の大之助は努力しない自分を正当化してたあの今の大之助が、まあ、もうむしろザ,ザ,ザ嫌いっていうような人間あのクソ野郎だったんですけどね、まあ、今も別にクソ野郎っていう大スケクソ野郎だとは思うんですけど。 とはいえこう行動すするようになったんですけどあのまあ何せよその悪口を言いまくると結局自分のメンタルも荒れるし自分の周りの大事な人たちが離れていく,くから結局そのなんだろう傷の舐め合いしかできないようなあの自分と同じように努力しない自分を正当化してあのまあ周りに責任転嫁をしまくって。 そして自分の <laughs> と同じように悪口を言いまくって周りに責任転嫁しまくるまあ類は友を呼ぶっていう言葉もある通り自分と似たようなやつとつるんで傷のなめ合いをしあって結局努力をせずただ年老いていくような人間関係が生まれていくわけなんですよねで結局お互いに陰でうわあいつって本当に人の悪口ばっかり言うてどうしようもねえよなっていう風にあに陰口を言い合うような結局上辺だけの関係であの <laughs> そして小さいコミュニティで一生を過ごすことになるんですよねそんな人生過ごしたいですかって話なんですよね僕は死んでも嫌だっていう風に思うんですけど まだからあのずっと悪口を言うっていうのはあの全然あの自分にと自分の人生にとってメリットないんですよって話なんですよね。まああの人間が仲良くなる方法としてそのなんかお互いが嫌いなものが一致しているとすごい仲良くなりやすいっていうような研究結果とかもあるからその虫嫌いだよねだったりとかそのなんだろう。 料理苦手なんだよねみたいなのとかあと,あとなんだろうあの、まあまあ、あの合コンが苦手なんだよねとかクラブが苦手なんだよね探しい場所が苦手なんだよねみたいなところで共通意識があると仲良くなりやすい、まあ、人間って共通点があると相手に親近感を覚える性質があるから人と仲良くなるためにそのお互いが嫌いな場所とかアレルギーとかっていうのを把握しておくのは重要なんですけどとはいえいつも不平不満を言い続けるっていうのは。 あの短期的にはストレス発散になるけど長期的にはその全然自分の人生が前に進んでないんですよとだから結局あのなんかあの、まあ、社会的にも経済的にも人間関係的にも前に進めないからあのどんどんあのストレスが溜まってて社畜となってあの社会の歯車として使い勝手のいいパーツとして使われ続けて捨てられる,捨てられるんですよとその方が結局ストレス溜まりませんかって話になるんですよね。だから 悪口を言う前にあの自分でできること何,何かないのかなっていうのを考えるのとそして日記を書いたりとか誰も公表しないような SNS の裏垢とかで自分の思っていることをつぶやくだったりとかしてあのストレス発散をしていきましょうということがおすすめですでその次あのやってはいけないストレス対策のまあ余談なんですけどその、まあ、特に男性の方々はわかるかもしれないですけどマスターベーション自分を慰める行為ですねをすることって、まあ、別に悪いことではないんですよ生理現象なんですよ ただその後あ自分は自分の欲望に勝てなかったみたいな風に自分を責めるかもしれないですけど別にこれ責めなくていいんですよって話なんですよねむしろオナキンっていう言葉とかありますけどオナキンって健康にいいのみたいなあの <laughs> 思うかもしれないですけどむしろそのなんだろうあの層がんだったりとかその、まあ、なんだろう定期的にそのそのなんか自分の欲望を吐き出さないと物理的に吐き出さないと発射しないとそのな,んなんだろう その物が詰まってまあ、まあ腐るって言い方はちょっと表現が良くないかもしれないですけど、あの体内でそのなんか良くない炎症とかを及ぼしてしまうんですよね。だから、そのたまには暴発というか、そのなんかあの研ぎ澄ます。研ぐ時間な研ぐ期間っていうのが必要なんですよね。だから、その自分がマスターベーションした後に、あ、自分はなんかなんでこんなことをしてしまったんだ。欲望のまま動いてしまったんだ。みたいな風に自分を責めるのやめてください。と。 あの生理現象と受け入れまししょうって話ななんんでですすよね罪悪感がむしろスストレスになるんですよ、まあ他のこれまで紹介してきたストレスあの発散法と同じなんですけど罪悪感が「あまたタバコ吸っちゃった」とか「食べ過ぎちゃった」とか「アルコール飲んじゃった」とか「ギャンブルで何であんなあのお金費やしたんだ」とか「買い物であのなんであんなに無駄な買い物をたくさんしたんだ」とかあの結局勉強せずにゲームを一日中やってしまったみたいな罪悪感が。あの <laughs> 自分にストレスを与えて、そして罪悪感を与えることによって例えば筋トレしようと思ったけどあの自分はあの欲望に負けてしまった自分はなんてダメな人間なんだっていう風に自分を責めてしまうと筋トレイコールネガティブな言葉という風に自分の脳が認識してしまって自分磨きをさらに避けるようになるんですよね人間ってネガティブなものを避ける性質があるから筋トレイコール自分を責めるっていう風な方程式で出来上がってしまうと筋トレを避けるのはそれはすごく当然ですよねって話なんですよねだから そのマスターベーションしてあのその後に自分を責めてしまうとその自分という存在自分のというアイデンティティをなんを自分で削るというかあの自分で攻撃する自尊心を削るようなことになってしまうから別に特に、まあ、女性の方は、うん、すみません僕だあの男性の体に男性の心なので女性がどれぐらいの頻度でマスターベーションするのかとかそもそもしないよっていう人たちもいるかもしれないですけどその辺は知らないですけど。あのただ 人間は三大欲求っていうのがあって睡眠欲、性欲、食欲っていうのがあるんですよね。三大欲求に入ってるやつがあるんですよ。あに性欲入ってるんですよ。だから別に性欲がそのほとばしるのは特に男性っていうのは女性と違ってその女性は パートナーを慎重に選ぶ必要があるじゃないですかあのなんだろうもし妊娠してしまったら妊娠出産子育てっていうあのなかなかのリスクがありますよねであの妊娠してる間はほぼ1年あの、まあ、体とか、まあ、動きが大幅に制限されるわけなんですよだからあの本当にこいつの遺伝子をもらっていいのかっていうふうに厳選にしなさだめするあのセンサーが備わってるわけなんですけど男性はその妊,妊娠のリスクがないじゃないですか。 何なら15分ぐらいでその行為が終わったりするわけなんですよねあの人によってはね。ってなったらあの生存本能として自分の種をたくさんばらまいた方があの、ね、自分の遺伝子を残せるじゃないかっていうふうに進化してきたんですよだから人間あの男性っていうのはすぐにあの「あの子って俺のこと好きなんじゃない?」っていうふうに勘違いしやすいしすぐにあのなんか性欲があのななんか暴走しやすいしあのっていうような何だろうまあまあなんか。 異性に対して、いろんな異性に対して、自分の種をばらまきたいという欲求があるようにデザインされた。あの、な性質があるんですよね。だから、女性よりも男性の方が断然、その、なんかマスターベーションをしたいなっていうふうに思う頻度は、あの高いのは至極当然のことなんですよ。だから、その、なんか、自分はなんでこんなことに時間を使ってしまったんだっていうふうに、自分を責めるのはやめましょうって話なんですよね。それよりも、あ、すっきりしたっていうふうに。 受け入れてよしすっきりしたからあのなんか勉強しようだったりとか,あのなんか筋トレしようみたいなふうに別の行動に生かしていく方が、まあ、あの昼寝をしたのと同じような感覚で受け入れていくっていうことがあの、まあ、あのストレスをためないそしていろいろためないあのなんか <laughs> ちょっとなんかうまいこと言おうと思ったけどバン,バンされた家だからちょっとやめました、まあ、なんかいろいろためないためにもあのなんだろう、まあ、自分マスターベーションした後の。 自分を責めないということは重要なんですよということをあの覚えておいてくださいねという話なんですよね。とい、まあ、余談なんですけど別にこれ科学的根拠とかじゃないんですけどあの堀江貴文さん堀エモ門さんが2012年から2013年ぐらいの間あの2年ぐらいの間刑務所にあの捕まってた頃あの刑務所でもそのなんだろうやっぱりそのマスターベーションする人たちもいるらしいんですよねただあの囚人もいるらしいんですよねただあのそれについてもそのなんかあの堀江さんの同室の話じゃないんですけど。 別部屋でそのなんかあいつが毎晩そのマスターベーションがうるさいんだよみたいなふなあのことを愚痴ってる人がいて。 ただその愚痴をそのなんか賃貸に住んでる人が大家づてにその隣,の人の隣の部屋の人がめちゃくちゃうるさいんだけどって文句言うような感じですよね。で監視にちょっと同部屋のあいつの毎晩のマスターベーションがめちゃくちゃうるせえんだよどうにかしてくるよみたいな風にあに言ったらいやまあ生理現象だからしょうがないよみたいな風になんに受け入れたみたいなエピ,エピソードもあったので、まあ、それぐらい。その あのなんだろういろんな行動とかルーティンとかがあの規制されている縛られている決まっている刑務所ですらそのなんかマスターベーションという行為に関しては、まあ、寛容なんですよとか生理現象だからしょうがないよって、まあ、その監習がたまたまそういうあの価値観を持ってただけかもしれないですけどみたいなもんだから。 あの自分を責めすぎるのって結局良くないんですよということを覚えておいてくださいという話なんですけどまあ以上であのやってはいけないむしろ逆効果になるストレスがたまるストレス対策について紹介しましたけどいかがでしょうかまあなんとなく皆さんが想像していた通りですよねギャンブルだったりとか,あのなんか余分な買い物を爆買いするだったりとかタバコとかアルコールとか SNS とかゲームとかまあこれらもメリットあるんですけどやりすぎには注意ってことですねあと健康に悪いものを食べすぎだったりとかこれ意外かもしれないですけど あの長時間10時間を超えるぐらいの寝,あの寝過ぎによって、まあ、体内の睡眠リズムが崩れたりとかするから、まあ、昼寝を使うことはあの効果的なんですけどあの、まあ、平日起きる時間と休日起きる時間できるだけ一緒にしましょうと。 いいうこととも覚えておいておくださいねとで悪口を言うっていうこともあの、まあ、悪口を言ったら短期的にはすっきりするかもしれないけど結局人間の脳がどんどんネガティブなことを探すようになったりとかそして周りからどんどん自分の大事な人たちがあのあの離れていってそして自分はその責任転嫁するのが当たり前自分は悪くないっていうような考え方になってしまうし結局努力しない人たちで集まって傷の舐め合いするような結局自分の人生が全く変わらない方向に転換してしまうのゆ,ゆっくりと転がっていってしまうんですよねみたいなことがあるので。 まああのまあ、今回紹介した内容を見てみたらなんとなくああのなんかとりあえずクソ人間がやってるような習慣をやってたらストレスたまるんだなっていうことをあの覚えておいてもらえればなっていうふうに思いますでじゃあ具体的にこういう悪役をあのやめていい習慣をあの実践するためにどうしたらいいのということについては、まあ、あの概要欄の方にも習慣術とか悪役対策のプレイリストを入れておくのでそちらの方を見てみてもらえればなっていうふうに思いますで まあ、あの本当に効果のあるストレス対策ってあのちょくちょく言ってましたけどあの睡眠だったりとか昼寝だったりとかあの瞑想だったりプチ断食とか食生活を変えるあの野菜とか果物とかそして魚とかをたくさん食べるだったりとかあの軽くでいいから運動する散歩とか日光を浴びるだったりとかあの公園とか山とか川とか自然に触れるだったりとか深呼吸するだったりとか。 あとはピアノ弾く、まあ、ピアノじゃなくてもいいですけど音楽だったりとかあの友達とお話しするだったりとかあのまあなんかいろんなストレス発散方法があるし今回紹介したその効果的なストレス発散法ってあの今今というか今回紹介した悪壁と比べて圧倒的にお金かからないですよね瞑想なんて0円でどこでもいつでもできるしね <laughs> いや何か散歩だってそうっすよみたいな風にちゃんと知識さえあって実践していればそのなんか全くお金コストをかけずにどんどん自分の人生を変えていくことができるんですよ だからそのなんか自分の人生を本気で変えたいもうこういう悪役からとあ人生変えたいですっていうふうに思っている人たちは今日が残りの人生の最も若い日なのでまあなんかあのー、これやめたいなっていうふうに思ったけどあのじゃあ具体的にどうしたらい,いの変えたいなっていうふうに本気で思った方々は是非次のその悪役対策をするために何をしたらいいのかという動画を、あのーまあ、見ていただければなっていうふうに思います。それか まあ何かしたくなったら別のいい行動をしようっていう風なのをルール付けてもらってタバコとかお菓子を口に含みたくなったら代わりにブルーベリーを食べるっていうことだけでも覚えとってもらえればなっていう風に思いますということで今回はこの辺で終わりますあの面白かった役に立ったなっていう風に思っていただけたらグッドボタンえっ、ー、とチャンネル登録コメントしていただけたら嬉しいですいやおもんなかったわ話長かったわ全然役に立たなかったわっていう風にあの思った方々は感じた方々は チャンネル登録、グッドボタンしていただけたら嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。